県内では今日新たに18人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。1日の新規感染者は昨日に続き20人を割りましたが、県の担当者は週の真ん中を見ないと分からないと警戒します。今日は新たに18人の感染が分かり、地域別では御殿場市で5人、西伊豆町で3人、沼津市、磐田市でそれぞれ2人などとなっています。また県は患者2人の死亡を発表しました。県によりますと、クラスター関連では御殿場市の陸上自衛隊板妻駐屯地で新たに5人の感染が分かり、合わせて53人となりました。また西伊豆町の介護老人保健施設では新たに3人の感染が分かり、感染者は15人となっています。最近1週間の人口10万人あたりの感染者数について、先週は1週間を通して10人前後で高止まりしていましたが、今日 8.6 人まで減りました。60人、89人とかいった、そういった週の真ん中あたりでですね、そういったこともございますので、今週も週の真ん中を見ないとですね、ちょっと違いには言えないと。病床の使用率は県全体で 40.1%、 東部で 53.8% と依然高い値が続いています。4割という占有率は国のステージ3の 25% という数を上回っています。高齢の方の新規の感染者の方が減ってきてない状況ですので、これはまあこう波の上下を見ているだけということになります。静岡市の病院で続いた感染拡大が止まりました。去年12月に院内のクラスターが発生した静岡徳洲会病院では、2週間新たな感染者が確認されていないため、今日収束宣言をしました。収束には1ヶ月半以上かかり、感染者は90人に上りました。一安心安堵の気持ちであります。この収束によりましてですね、また今日以降ですね、医療提供体制活動が始まるということで、その部分にですね、大きく期待をしているというところでございます。徳洲会病院は予約以外の外来診療や救急外来などを今日から再開しています。また県立静岡城北高校のクラスターでは、二次感染として家族など新たに2人の感染が分かりました。